田 FM 放送さんにやってきました。はい、これまでもね、もちろん縁はあったんですけれど、この敷地内に入ること自体が私にとっては初めてです。今日はなんと人生初ラジオ出演嬉しいということで、ちょっと張り切って行ってきたいと思います。広島駅のロゴがあります。かっこいい後ろにですね、いわゆるラジオブースっていうんですかね、それがあるんですけれど、今日のゲストの方と、あと今パーソナリティの神原さんがお話をされています。ちょっと多分これガラスが三重構造になってるんですよね。だからちょっと奥の様子分かりにくいんですけれど、こうやって覗いたらしっかり目が合いました邪魔してごめんなさいようやく現実味を帯びてきました。よし、初ラジオ楽しみます。おこれ見てて気になる点とかございますかね。大丈夫です。よろしくお願いします。先ほどニュースを読んでくださっていた中川さんです。水野ちゃんに送るのにちょっと写真、はい、みんなに告知しといた。夫婦夫婦共演、はい、山下達郎か、はい、柏村さんしかしないそうそうたる山下達郎、竹内まりやか、柏村武明、林武陽子さんか、そんなそんな感じ。そこにそんな食いついていいんですか、ね、すごいメッセージが来てた。すごい、これくらい来てたよ。あの横にあるの全部夫婦の生活について、夫婦の生活ってそういう意味じゃないけど夫婦の楽しみ楽しみ楽しみ。じゃあ聞いとくんで。はい、楽しみ。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうしよう、ちょっともうこの時間でテンションが上がりすぎて本番で空回りしないようにちょっとクールダウンをしないといけませんかね。よし、行きましょう。こっちの、はい、スタジオの中の部屋が出て、すみません、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ご注意ください。国道2号線はこのほか岡山方面に向かう上りが広島市安芸区上瀬の1丁目で混んでいて、この時間の状況は以上です。田瀬さん、ありがとうございました。以上、交通情報でした。おはようございます。広島テレビから参りました塚原です。よろしくお願いします。広島県の神原です。よろしくお願いします。どうぞこちらへ。はい、どうぞこちらへ。今事務的なご挨拶は順調に終わりまして、すいません、ありがとうございます。いつもお世話になっています。ちょっとお話聞く時間ではないですよね。あ、そうですね、2分ぐらいとあります。どうですか。はい、それは初共演。そうですね、まあ本当ありがたいことですけれども、なんかやっぱりリスナーさんがこんなにも楽しみにしてくれてるとは思ってなくて、すごい朝から大変なことになってます奥様ちょっと緊張されてましたけど、いまだに今緊張しますか。いや、緊張してる。もう1週間前から緊張してる。1週間前から、うん、もう本当に今指先とかふわふわしてます。私も緊張して指先が冷たいです。え、珍しい冷え性になってる今。あ、緊張するねなんなんですかね、このこの感じ、なんなんですかね。あんまりこんな様子逆に見ることないですか。そうですね、でも
割と本番前は緊張しっぱなしかもしれない。テレビより緊張しません、うん、する、ね、する。え、敬語で大丈夫？お任せします。いい塩梅で、いい難しいのよ。いい塩梅で、いい塩梅で、もうちょっとしたら入っていくので、はい、お願いします。よろしくお願いします。ひとみといウェザーリポートをお届けしました。時刻は10時17分です。 HFM からお送りしている神原孝秀のグッチョグここからの時間はジョグトークです。今日6月22日ということなんですけれども、毎月22日は夫婦の日ということで、夫婦の会話を増やして明るく健全なマイホーム作りをしてもらうことを目的に制定されたそうです。というわけでじゃないんですよ。というわけでお越しいただいているわけじゃないんですけれども、今日はこの方がゲストです。自己紹介をお願いします。はい、皆さんおはようございます。広島テレビの気象予報士の塚原美桜です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもありがとうございます。いつも大変お世話になっています。前回はですね、はい、僕が広島テレビさんの街角伝言版に出演させていただきまして、ひろきょうポップスコンサートの告知をさせていただいたんですね、はい。まあ、ということもありまして、今回塚原さんに HFM に来ていただきまして、広テレ特番の番宣をしていただくっていう流れになったわけです。言うならばこれバーターっていうふうによく言ったりしますそんな感じで来ていただきました。はい、そうです、はい、ちゃんと宣伝のために今日は来させていただきました。はい、街角伝言版はその後の天気予報だったのでスタジオで見られていたかと思うんですけれども、はい、僕の伝言版は何点でした？そうですね、まあ、95点くらいかな。95点。5点は何ですか？いや、とっても爽やかに PR してもらったなと思うんですけれど、はい、そうですね、スタジオにいる森アナウンサー、ババアナウンサーにちょっと一言ご挨拶をしてもらいたかったかないやだってこちらはね、天気予報っていうのは知らなかったのでということでしたけど、あの後スタジオは異様な空気ですか？どうでした？もうニコニコっていう感じで、はい、奥の方でスタッフもうははって笑ってましたいやー、楽しんでますね、スタッフの皆さんも。本当ありがたい限りなんですけども、はい、ラジオなのでリスナーさんからたくさんのメッセージをいただくんですけれども、はい、これ全部全部このトークゾーンに関してのメッセージです。片手で持ったらちょっと重みが、いやもうちょっと感じられるぐらいの、もうだいぶですよ。もううわーって朝からずっとなってます。ありがたい限りです。でその中から、いくつかちょっと質問もいただいていますので、はい、読もうと思うんですけれども、はい、ラジオネームムビスケさんからですね、夫婦共演が決まった時どんな気持ちでしたかと。まさかでしたねもうそんなことあることはないだろうと思っていたので、はい、まさか結婚して1年ちょっとでこんな機会が回ってくるなんて、びっくりでした。ねえ、まあ曲が違いますからね。そうですね。ラジオネームトマさんからは、神原さんの奥様がつかちゃんだったなんてというのをいただいてますね。広島 FM& 広テレファンの私としてはたまりませんと、嬉しいような勝手にジラシーを感じるような共演楽しみにしていますとメッセージいただいていました。広テレも聞いてくださっていてありがとうございます。ねえ、広テレは見てるんですけどね、きっと。あ、そうだ、見てくださって、はい、ありがとうございます。ちょっと緊張してます。あんこきたちさんからはですね、天気予報見てますよと、わかりやすくて最初にお話してくれる情報が楽しみなんですと、そしてもし時間があれば今日のトークゾーンの中で、はい、奥様から見た旦那様のことを話せる範囲でいいので聞きたいですと。はい、話せる範囲で、これは後回しにした方がいいんですかね。あ、じゃあ2人の子供のママさんからですね、奥様に質問ですが、かんちゃんのどこが好きですか？まっすぐなところです。トコブーブーさん、かんちゃんと初めて会った印象はどんな感じでしたか？と思いました。いや、ちなみに初めて会ったのはもう2012年とかですから。そうですね、もうだいぶもう10年前10年ぐらい、はい。トムさんからですね、いつかご夫婦でフルマラソン参加ありそうですか？夢ですね。そうなんですか？ちょっともう一回頑張ってみようかな。この人趣味にフルマラソンというかね、マラソンって書いてるんですけど全然最近走ってないんですよ。そうなんですよ、もう消費期限切れなんじゃないかって言われていて、はい、もう何年前ですかね、5年ぐらい前なんですよね、最後にフルマラソン走ったの。でも名古屋ウィメンズ3回完走してるんでしょ？3回完走しました。僕フルマラソン1回しか完走してないんですよ。なので歴としては上なんですけれども、はい、この間一緒に走りましたね、日曜日か土曜日かに。1年ちょっとぶりに一緒に走りました。1年ちょっとぶりぐらいに走ったみたいな感じです
ラジオネーム羊っ子さんからはですね、天気図を見ながら天気の予報ができるまでに何年ぐらいかかりますかというの、気象予報士っぽい質問をいただいています。そうですね、あの試験勉強を始め、私はだいたい始めてから2年半ぐらい資格取得までにかかったんですよね、はい、ただ早い人ではもう本当に1年ぐらいで資格を取れてしまう人もいるので、うん、まあ、あのお仕事をしながらだったら難しい場合もあるんですけれど、あのしっかり勉強に時間を、ね、どれぐらい割けるかとか、そういうことによっても変わってくるんじゃないかなと思います。あの資格を取れたら、はい、イコールその天気図 の見て予報文っていうのを書けるようになるイコールなんです。そうですね、あの試験にあの自分で予報文を書くような内容のものも出てくるので、あのそういった技能は身につくということにはなるんですけれど、実際にはその実践を積まないと本当に天気、今の天気と照らし合わせながら実践を積んで初めて予報文ちゃんと世に出せるものが書けるようになるというのが私の印象です。西条のきみちゃんさんから、よく予報の後に季節の花トークをされますが、はい、天気予報のですね、はい、一番好きな花は何ですか。もうどれも大好きなんですけれど、本当にどの花もいいですよね。お花本当好きなんですよ。大好きです、はい、ただ、まあ、一つだけあげるとしたら桜ですかね。あのありきたりだと思うんですけれど、やっぱりあの日本人、まあ、皆さんその今年のこの花はこうだったねとか、いい咲き方してたね、ちょっと散るのが早かったねとか、そんな風にあの印象を共有できる花って桜ぐらいなんじゃないかなと思うんですよね。だからみんながそうやって一つの花に注目する、そんな桜が大好きです。ラジオネームあやパンマンさんから、家ではカンバラさんがツッコミ担当でボケ担当がつかっちゃんなんでしょうか。どうですか。え絶対そうでしょうよ。そう、はい、そうですかね、はい。他にもたくさんメッセージをいただいてるんですけれども、今日はですね、初の夫婦共演ということでスタッフがこんな企画を用意しました。はい、つかちゃんいらっしゃい、イエスノークエスチョン。それでは、心の準備はよろしいでしょうか。はい、あ、もう、はい、準備します。ありがとうございます。それでは10のイエスノークエスチョンいきます。はい、ノー。ごめんなさい、気持ちとしてはイエスです。イエス。これは